皆さんこんにちは、水木あの青色 TV、 イエーイ、始まりました。はい、今日は質問コーナーをしていきたいと思います。まあ、いきなり一番低い声で挨拶してくださいってあったので一番低くいきました。それでは質問コーナー始めていきましょう。あおちゃん、カラオケで一番好きなのは？と、ないです。あお、なんか辛いシリーズとかよくやってんねんけど、全然辛いもの別に好きじゃなくって、ただ、何やろ、この、辛い系やってほしいっていう、そのリクエストに、こう、答えてるだけであって、全然辛いものは好きではありません。次。今まで撮った動画で一番楽しかったのと、辛かった動画は何ですか？はい、一番楽しかった動画は、スイカ。スイカを頭で割ったやつ。もう、あれはほんまに楽しかった。もうなんか、割れたーっていう楽しさ。で、辛かった動画、辛かった動画は、これ NG 動画になってんけど、ストローを第2弾でもう一回やろうと思って、ストロー何本入るかやったら、140本入ってんけど、ここが切れた。で、今もずっとここかさぶたできてんねんな。はい、これはちょっと、後々辛かったって感じです。次、幸せに感じるときは、幸せに感じるときは、やっぱ、寝てるとき。寝てるときって言っても、夢を見れた、あのとき。なんていうの。この夢で、何もかもが叶えてしまう。そんで、あと、給料もらったとき。やっぱお金は大事だと思う、このように。オッケー。次。変顔10連発。3、2、1、1、うん、は、うん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 、10。なんかだんだんなんか同じのやってるような気がして、なんかわからなくなってきた。次。別にできないならしなくてもいいけど、あおちゃんならやってくれると信じてるよ。逆立ちで次の質問答えよう。行くか？はい、行こうか。逆立ちっていうよりな、3点倒立できんねんな、実は。でもな、今ここ、多分な、あおがこうやってやっても見えへんと思うねんな。ちょっとやってみんね。よいしょ、よいしょ、ちょっと待って。ちょっと、ガチめに3点倒立するわ。次最後にします。あ、はいはいはい。腰だった。はい、次、生まれた時の顔をお願いします。はい、次、今年一番の思い出、今年一番の思い出は、やっぱり、オフ会とか、かき氷とか、みんなに会ったことかな。それがやっぱ一番の思い出かな。何があったやろ。なんか、1月ぐらいのさ、もう思い出はほとんど覚えてない。けどなんか、オフ会系は結構印象強いな。はい。次。好きな人ができた時、あおちゃんならどうしますか？もうそれはアタックチャンス。うん。もうとりあえず、行くかな。あおなら、アタックするのみだと思います。あと友達に相談するとか。はい。次。今年と来年の漢字を一文字で表したら、理由をつけて教えてください。と、今年のまず漢字は、軽。軽いっていう字？軽かな。経験の軽。軽？なんか、何もかも、なんかいろんなことを経験したし、なんか、経緯、この軽で何があるんやろ、他。経緯、いや、やっぱやめよう。今年、軽じゃなくて、楽にしよう。楽。楽しいっていう感じ。やっぱ、何事も楽しかったし、なんかやかんや、なんかちょっと楽してた自分もおったから、楽しいの楽にします。はい。で、来年は、来年の一文字は、上、上。上に登るとか、ステップアップとか、やっぱ、上手な人になるみたいな。うん？上手にいろいろ壊していったり、上下関係とかもっと知っていきたいなって思って、上っていうのにしました。はい。次。今年一のビッグな口をして。3、2、ちょ、切れてんねんって、切れてんねん、痛いねんで。よし、OK。いくで。3、2、1。はい、皆さんありがとうございます。たくさんの質問ありがとうございました。また来年も、
質問コーナーの機会とか作るので、その時はまた新たな質問やったり、まだ相談とかそういうのも募集していきたいなと思っているので、みんなもぜひコメントしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたね。